九州の大雨で名古屋からも支援部隊が出発しました。今日夕方、九州北部に向かったのは中部地方整備局の緊急災害派遣隊テックフォースです。テックフォースは災害対応にあたる自治体を支援する部隊で、この地方からは合わせて40人が派遣されます。テックフォースは全国からまず福岡を目指して出発し、道路の損壊や土砂崩れなど被害状況の調査を行った上で、ポンプ車を使った排水作業なども担います。支援部隊の作業は明日朝の開始を目指しています。